えー、勝ち組どうしたらいいタイトルを差し方とかしておきますけどあの負け組負け犬の時代というのにしたんですけどあの、ま、負け犬という表現が主にあの女性界隈で使われるので男性にはあまり使われないんですけどなんかそのあの働いてキャリアを積んでいる女性は飼っていてでそのなんか家庭に入るしかなかった人が負け犬だよねみたいな表現というのが20年前ぐらいから割と生まれていたんですけどで,でも結構 かとししててて果たしてどっっちが幸せなのかっていう話で、であの勝ち組負け組っていうのもあのバブルの後ぐらいですかね。なんかまあこれも20年前か30年前ぐらいから言われるような言葉なんですけど、その経済的に勝っている人っていうのが勝ち組で、まあ、そうじゃない人が負け組だよねみたいな感じの表現っていうのが割とずっとあ,のあったんですけど、 でここのところなんか勝ち組と言っている人勝ち犬と言っている人が本当に少なくなっていてで実際はその負け組だったり負け犬で、まあ、負け犬にもなれない選挙手にもなれない人が結構いるんですけど、まあ、置いといてでそっちの方がだんだん増えてきてそれが主流だよねっていうのが割ともう,こう当たり前のようになってきた気がするんですけどであのそもそもろ日本人でその勝ち組のような形になれるのってものすごくレアだよねって話だったんですよね。 あのやっぱ下克上っていう言葉が戦国時代に生まれてきたんですけどわかりやすい例でいくとあの豊臣秀吉さんとかがもともと農民の次男か,かなんかで張り売りかなんかやってたんですけど織、まあ、田信長に気に入られてとんとん拍子でこう武将になって大名になってで関白まで上り詰めましたっていうのがりその庶民でも頑張れば天下のところまで行けるよねっていう成功例として。 言われるようになってたんですけ大体の大名でいわ織田信長とかもあのじゃあなんで織田信長が強かったのかっていうので小田家が元々結構優秀だったったて話なんですよねあの土地の面積としては少ないんですけどただあそこらの伊勢の周りとか織田の,その抑えてる地域とかで結構貿易がうまくいっていて織田家って石高はそんなにないんだけど実は金結構持ってたよねみたいな話もあったりしてで一応そこの御曹司である織田信長さんなのでそんなにうまくいったよねみたいな話だったりとか、まあ、徳川家康も言うてもあの徳川家、ね だあの下そのつが五六とかいるんですけどそれまあ信長の下の武将のその前では斉藤家ですけど斉藤家の下の武将とかっていうので一応いるんですけどまあ山賊上がりとかでいるよねみたいな。であの、まあ、武将上がりでいくと北条宗雲まあその足利家周りとかでいくと多少はそのなんか武士から登りましたっていう人もいるんですけど、まあ、基本的にはやっぱりどこもなんだかんだ言ってそれなりのお家柄のあるところの人が出世してるよねっていうのがもともと日本そうだったんですよ。 で、まあ、それが多少ずれましたよねっていうのが戦国時代なんですけど、じゃあその後江戸時代になって、まあ、下克なって全くなくなったんですよ。まあ、武士は武士、農民は農民、商人は商人とか確定してますと。で、その後っていうのも、あの、まあ、普通にこう明治時代とかになっても、別にそんなにその農民がなんか成り上がるぜっていうのはなかったんですよね。 で戦後にあのまあそのマッカーサーさんが来ましたとかで戦後の混乱の時にじゃあその原宿とかの土地をここ俺の土地って言った人とかその縄引っ張ってここ俺の土地って言ったヤクザとかが多少伸びたとかはあるんですよなのでその混乱が起きた時期に多少その庶民であのまあそれなりの,あのなんか幸せな経済的文章を取った人がいますよっていうのがいるだけで基本的には日本の歴史って大体あの庶民は庶民でも死ぬんですよ新選組あるやんって書いてあるけど新選組って別に会津藩に雇われていたただの武士なんです なんで別にあの新選組の人たちがその大名になって偉なくなりましたって話は全然ないのでただの公務員ですよ言うなればっていうのでそのまあ IT バブルとかの時代に割と庶民側の人でいきなり金持ちになる人っていうのが出てきたんですよねその僕だったり堀江貴文さんだったりとかあのグリーンの田中さんだったりでこれもごく一部の話で要はネットバブル初期っていうのはネットをやってた人がいませんでしたでまともな大きな会社っていうのがネットをやりませんでしただからその個人でたまたまうまくいった人がいますよっていうんですけど 今の,そのなんか2020年代とかで IT でめちゃめちゃうまくいった若者いますっていうとあのあそういう人もいるよねみたいな感じでみんなが知ってるようなサービスを作った20代っていないんですよねほとんど。一、まあ、人か2人逆されると思うんですけど。 じゃあ、その、IT で有名な若手の人名前挙げてくださいって言うと、あの、落合陽一さんと渡出てくるんですけど、落合陽一さん、その、自分の頭の良さで筑波大学に行ってる人なんですけど、言うてもあの人、親めちゃめちゃ金持ちですからね。なので、一応なんか、あの、麻布だっけ割と私立で元々お金のあるような家で生まれて、まあ、勉強して、で、いろんな環境もあって、まあ、うまくいきましたよって人がいるぐらいっていう。ヨザワツバサさんは、って言うので、ヨザワツバサさんが本当にうまくいってるのか僕知らないんですよね。<laughs> あの、 世の中って自称お金持ちの人っていうのはいっぱいいるんですけど、あの、本当に金持ちで金を持ってるっていうのを証明きちんとした人ってあんまりいなくて、例えばあの、青汁王子さんっていう人がいるんですけど、あの人脱税で捕まってるんですよ。いや、脱税で捕まってる金持ちは本当の金持ちなんですよ。 で、あの、ジェイコム男と言われてる、あの、株式投資をやってる人とかは、あの、たまたまそのジェイコム買った時とか、秋葉原のビルを買った時とかに、その名前が出てくるので、あ、本当の金持ちだよねってなるんですけど、なので、金持ちとして名前が出たことがない人で、自称金持ちっていうのが本当に金持ちかどうかっていうのは確信確認のしようがないので、僕はそこら辺の人たちを基本スルーするようにしてるんですよね。で、あの、テスターさんが金持ちかっていうと、あの、金払いがいいので金持ちだと思ってます。はい。<laughs> なので、勝ち組、負け組みたいなのでいくと、実はあの日本人っていうのは基本的には全員負け組が多かったっていう、まあ、庶民ってそういうもんだよと。で、じゃあ負け組が不幸なのかっていうと、別にそういう話でもないよねっていう気がするんですよね。で、なんか、大金ちょこちょこ言われるので実感はないんですけど、なんか、ピントピント、ピントずれてるちょっとピントがしますね、すみません。割とそんなに、なんかあの、儲けてやるぜっていう感じを出してないひろゆきっていう本の、あの人の本がやたら売れたりとか、なんかそのひろゆきブーム的たものが起きているみたいなことを言われることがちょこちょこあり、 で、結局、その、勝ち組的な人の対比として、僕が取り上げられることが多い気がしてるんですよね。今、なんか、あの、儲けてる俺かっこいいよね、どんどん努力しようぜ、輝こうぜ、ブイブイ言わせようぜ、ウェイウェイ言わせようぜっていう人たちが、結果として、なんか、西麻布界隈で、ブイブイ言わせた結果、どんどん没落していくっていうのがあって、で、その、そうじゃない派の人たちっていうのがあまりに少なくて、 あの僕が子どもの頃というか20代くらいの頃にあのダメレンという人たちがいたんですよね。その阿佐ヶ谷とか杉並区界隈にいるあの基本的には無職とか無職に毛が生えたとか生活保護の人たちっていうのが俺たち金はないけど楽しく暮らそうぜって言ってる人たちっていう。でそちら側の方が実はあの人間というか日本人としては主流だと思うんですよね。要はその日本人としていくら真面目に頑張ってもめちゃめちゃ儲けることはまずないよねっていう至極当たり前の話なんですよ。 なので、そなんか一生懸命頑張って給料を上げるよりそなんかあの、節約して幸せに暮らした方がいいよねとか,そなんかあの、めちゃめちゃいいレストランでめっちゃ金使うより、なんか家で自炊して美味しく食べ物を家で、ね、作って食べた方がいいよねとか、卵が美味しいよねっていう派閥の人たちがあまりに人,人数少なすぎて、結果としてなんかあの僕的な人が取り上げられることが多すぎて、で今のところ僕的な人であ、この人多分同じタイプだなと思ってるのが、教育っていう人とあの、オーラレイヤーさんの人と、あとはレンタル何もしない人っていう。多分この3人があの多分同じ感じ感 なんでは、ね、そのめちゃめちゃ儲けてやるぜっていうんじゃなくて別にコストかかんなくて楽しければそれでいいじゃんっていう。 で、それ、周りの人から見たら、いや、ごられるのっていかがなもんだおごる方が男だろうとか、そのなんか、何もしないとかじゃなくて、ちゃんと稼げようみたいな。なので、その、周りからどう言われるかっていうのを割と気にする人たちには理解できないんですけど、別には僕は楽しく暮らしてます。私は怒られて楽しいですご。ご飯美味しいです。よかったですっていう。なので、自分自身がどう感じるかっていうところで、生きてる人っていうのが、今のところあんまり良くない。三体融合したらどうなっちゃうんだっていうのは、あの、無職が生まれるだけだだ思うんですけど。 っていうので、なんかその世の中というのが、実はその頑張ろうぜっていう、その強気な人たちの、その、まあ、厳冬者でいうミノワさん的な、ブイブイ言わせるような社会というよりも、どちらかというと、その、僕の本を書いてるダイヤモンドの種岡さんという人が、まあ、そのニートのプログラマーの人の本とかも出してたりするんですけど、そういう感じで、どちらかというと、世間的にはすごいあの人幸せって言われない人っていう方が、実はなんか焦点が当たるような時代になってるんじゃないかなと思うんですよね。で、それは割とその日本の経済がずっと落ち続けてるっていう問題もあって、 でじゃあ日本の経済が今後5年後にめっちゃ良くなりますっていうのであればじゃあ俺たちガンガン幸せになろうぜ頑張ろうぜっていうのでもいけると思うんですけど、まあ、そうならないよねっていうのが割とみんなうすうす気づいてるっていうそういう状況なんじゃないかなというのを酔っ払いながら思ったのでしりました。はい